く、そのうちわと風鈴、どうし、ありがとう真冬、ミク。歌ったらなんだかすっきりしたよ。奏、今日はなんだか顔色がいいね。そうだね。ほっぺがちょっと赤い気がする。え、そう？うん。もしかして何か嬉しいことがあったの？嬉しいこと？あの男の子のことがあったから。あんまり意識してなかったけど、そうかも。あの子がトランペットを吹けた時、なんていうのかな、懐かしくて優しい感じがして、すごく良かったなって思ったんだ。奏らしいね。うん、奏らしい。二人にそう言われるとなんだか照れるな。でも本当に良かった。あの子も楽器を楽しめてるといいな。わざわざあんなものを送ってくれるとはな。本当に驚いた。律儀な子なんだね。ちょっと童謡っぽいじゃん。確かに真面目で喋り方もきちっとしてたしな。あれ、あんちゃんたちもう来てたんだね。ガン首揃えて何話してたんだ？ああ、実はこの前のイベントで知り合った子供から手紙をもらったんだ。この前のイベントって、あ、トランペットを吹けるように手伝ったっていう子？そうそう、その子。じゃあ、わざわざ礼を書いて送ってきてくれたのか？それもあるんだが、無事にトランペットが吹けるようになって、次の演奏会に出られるようになったから、よければ来てほしいと誘ってもらったんだ。よっぽど青柳くんたちに感謝してるんだね。まあ、吹けるようになったのはほとんど東野と宵崎さんの力で、私はおまけみたいなものだけどね。手紙には宵崎さんたちも誘ってほしいって書いてあったし、今度待ち合わせて一緒に行ってみよっか。あ、そうしよう。
したんだ？急に黙って。なんだか、妙に嬉しそうだな。え？これ嬉しい顔なの？ああ、嬉しいせいか、妙にそわそわしてしまってな。すまない。よければ少し歌わないか。え？あ、わかるわかる。なんかこう、うまく気持ち言えないときって歌いたくなるよね。そういうことなのかもしれない。今の感情を表現したい、という感じだろうか。じゃあ歌おう、青柳くん。ありがとう。みんなも聴いてくれると嬉しい。チルドレンレコード。みんなありがとう。おかげですっきりした。どういたしまして。どうや、今日もいい顔してるね。そうだろうか。わからないが、そう言ってもらえると嬉しいな。あ、ねえねえ、突然だけどさ、今度会うっていうその子の演奏会、アキトと小金も一緒に行くのはどう？俺たちもか？うん、チケットも無料みたいだし、それに、トーナの音楽仲間だよって紹介して、目の前で歌ってあげたら喜ぶかも。歌うのかよ。さすがに、空気読めてねえんじゃないか。でも面白そう。公演の後にちょっとだけとか、音楽交流って感じでさ。そうだな。少し検討してみよう。マジかよ。まあ、考えるだけならいいけどな。どんな子なのか気になってたから、私も楽しみだな。ああ、歌うかはともかく、みんなにはぜひ会ってもらいたい。音楽を愛し、まっすぐに憧れる。俺たちと同じような人間だからな。確かにそうだね。じゃあ、そろそろ行こっか。ああ。みんなも、来てくれてありがとう。また俺たちの歌を聴いてくれると嬉しい。では、またな。
ごく眩しいよね。窓から見てるだ